ロマンド・ティルトフは、ロシア生まれのフランス人美術家でデザイナー。エルテの通称で知られ、イニシャルのフランス語の発音。手から来ている。多彩な20世紀の美術家で、ファッション、ジュエリー、グラフィックアート、衣装、舞台美術、インテリア装飾など、幅広い分野で活躍したデザイナーである。ティルトフは、ロマン・ペトロービチ・ティルトフとして、 サンクトペテルブルクの16世紀に遡る名家に生まれた。父のピョートルイワーノビチティルトフは、ロシア艦隊の司令官を務めた。エルテの署名1907年、パリに1年間住んだ。彼は、この時期について、パリに1年行くまでは、ビアズリーの良さがわからなかったと述べていた。1910から12年に、ロマンはパリに移り、デザイナーとしての道に進んだ。 彼の父の強い反対を押し切っての決断だった。父はロマンが家の伝統を守り海軍将校になることを望んでいた。ロマンは加盟を汚すことを避けるために変名を用いた。彼はポール・ポワレのところで1913年から1914年まで働いた。1915年にハーパーズ・バザー氏と初めての実質的な契約を得ると、 衣装デザインや舞台美術などの花々しい活動を始めた。1915年から1937年の間に、エルテは、ハーパーズ・バザーの200以上の表紙をデザインし、イラストレーテド・ロンド・ニュース、コスモポリタン、レディーズ・ホーム・ジャーナル、防具などにも、彼のイラストレーションが掲載された。サイレント映画、ザレストレス・セックスの広告、エルテが、 衣装デザイナーとして起用されている。エルテはおそらく、アールデコの時代を捉えたエレガントなファッションデザインが、最も有名である。彼の最初期の成功の一つに、フランス人ダンサーのギャビー・デリスのアパレルデザインがあった。デリケートな体の線と洗練された魅惑的なデザインはすぐに、彼のものだと見分けがつき、そのアイデアと美術は21世紀のファッションにもなお、 影響を与えている。彼の衣装、プログラムデザイン、セットは、ジーグフェルド・フォリーズ、ホリー、ベルジェールのプロダクション、ジョージ・ホワイツ・スキャンダルズといったレビューで取り上げられた。ブロードウェイでは、著名だった、フランス人歌手のアイリーン・ボルドニが、エルテのデザインを身にまとった。1925年に、ルイス・ビー・メイヤーの招きで、ハリウッドに行き、サイレント映画、 パリのセットと衣装をデザインした。脚本に問題があったので、エルテには他の仕事が与えられた。そのため彼は、ベン・ハー、カラクリ4人組、タイム、ザ・コメディアン、ダンス、マットネスといった映画でデザインを担当した。1920年には、マリオン・デイビスが主演し、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが出資した映画、ザ・レストレス・セックスでセットと衣装をデザインした。 彼の最もよく知られた絵はシンホニー・イン・ブラックであり、幾分歌様式化され、すらりと背の伸びた着飾った女性が後ろに鎖で繋いだ痩せた黒い犬を連れている姿を描いている。この影響力のある絵は無数に複製、コピーされた。エルテは人生を通じて活動し続け、レビュー、バレエ、オペラをデザインし続けた。 彼は1960年代のアールデコリバイバルの時期になると仕事が大きく再評価され賞賛された。そして限定版の版画、ブロンズ像、ウェアラブルアートといった分野に手を広げた。死の2年前にエルテはクルボアジェの7本の限定ボトルをデザインした。上流から熟成までのコニャックの製造過程を表したデザインである。2008年に エルテが8番目にかつ最後にデザインしたクルボアジェのボトルが発売され、1万ドルのお値段で販売された。彼の作品は、ビクトリアアルバート博物館、メトロポリタン美術館、ロサンゼルスカウンティ美術館などの有名な美術館のコレクションで展示されている。また、エルテの作品の大規模なコレクションは、東京のミュージアム1999でも見ることができる。 ありがとうございます。